もんね。ねえ、すごい怖いわ。目が合っちゃう。着物をいかに早く美しく着るかっていう競技をやって競技会を開催しております。で、今年で36回目になりました。まずですね、振袖、そして留め袖、訪問着という形のですね、3つの着物を着るという部門です。カップの年間でございます。熊本県熊本中央本校井ノ端京子さんでの社長の手に返還されます。振袖はですね、ミスの方のみです。そして留め袖はミセスの方。用意スタート。訪問着はですね、目を隠して着るという部門で、これはどなたでも年齢に関係なく挑戦できるということです。202番藤木美和子、203番麻生清子、204番大村ひろ子、205番佐々木ひろ子、228番大田千代。今年はですね、もう振袖のレベルがすごく高くって、もうどなたが優勝してもね、いい感じですね。審査するのに大変苦労しております。信じられない、でも嬉しい、やったって思いました。私の周りでは少ないと思います。やっぱり浴衣を着る方はたくさんいますけれども、着物を着る方はやっぱり実際は若い人はいないんじゃないかなって感じてます。もうね、最近はもう洋服がですね、主流になってきておりますのでね、だからやはり民族衣装っていうね、やっぱり民族の誇りですから着物は。でそれが自分でですね、手早く着れないといけないなということが、まず一番の大きな使命感ですね。